君。本田君。はい、立憲民主党の本田平直です。前回に引き続いて茂木大臣にまず、お聞きをしたいと思います。茂木大臣、選挙区内においてですね、1年間にお亡くなりになった、支持者の方 の中でお亡くなりになった方が出た場合に、そこに初盆、荒盆、新盆、地域によって言い方異なりますけれども、お盆に、お参りに行かれる、こうしたことは行われてますでしょうか。茂木大臣。ございます。本田君。その活動は、個人などでしょうか、それとも政治活動として行われているのか。まさか政党活動ではないと思うんですけれども、いかがでしょうか。茂木大臣。収支報告書、等々に記載しましたものは、政党支部の、活動として適正に行っております。本田君。ちょっとお答えになられてないんですけど、収支報告書とは全くそういう話をしていないので、お盆にお参りに行かれる政治家いると思うんです。でそのことは、どういった趣旨、政治家としての活動なのか、政党としての活動か、ちょっとお答えをいただければと思います。茂木大臣。それぞれの政治家、さまざまな街道をしていると思います。政治に関します活動につきましては、政治資金規正法で定められたとおり、きちんと報告をさせていただいております。すべてのプライベートな活動につきましてですね、何らかこういう問題があるということでありましたらお答えいたしますけれど、具体的な技術でこういう問題を起こしているということであればご指摘ください。本田君。今プライベートという言葉がありましたので、プライベートで回られているという認識でよろしいでしょうか。茂木大臣。今ご答弁申し上げたとおりでありまして、政治に関します活動につきましては、公選法にのっとり行わせていただいております。そしてその活動内容につきましては、皆さんも同じだと思いますが、公職選挙法で求められる形で適正に報告を行っております。その上で、何らかプライベートな活動であっても政治活動であっても、具体的に私の活動のここが問題であると、具体的に事実としてここが問題であると、こういうご指摘がありましたら、それにはお答えをさせていただきます。本田君。いや、もうすでに問題は指摘しておりますので繰り返さなかっただけなんですけれども、疑念が生じているわけです。公職選挙法に違反して、選考を持っていったのではないかとか、手帳を配っていたのではないかという疑念が生じてて、それが政党が主体なのか、政党が主体なのか個人の活動なのかということが法的にも大問題になっているわけですので、事実関係をお聞きしているわけです。それで確認なんですけれども、大臣は、よく本人はそういうものを持っていってないというのは繰り返し言われているんですけれども、なぜそこを強調されるんですか。本人が持っていくと違法だと認識をされているから、私は本人は言ってない、全部秘書がやってるんだと言われてるんでしょうか。茂木大臣。その点につきましてご質問いただきましたんでお答えをいたしました。私からというよりも、これまで答弁させていただいた通りですね、私に関しては政党支部の活動として適正に行っております。現在ですね、各議員に関してさまざまな事例のですね、報道もありますが、公選法の解釈、そしてその運用については所管省庁にお尋ねいただければと思っております。そして先日来お答えをいたしておりますが、昨年の10月の衆議院選前まで先生も所属されていた当時の民進党では、党の幹部の方、私はお名前とか申し上げるつもりはありませんが、資金管理団体からの支出の問題、これを指摘されまして、その支出をですね、政党支部の活動へと訂正をされ、政党支部の活動であるから、
適正適法であるというのがですね、当時の民進党、まあ、幹事長は今の御党の代表だと思いますが、党の統一の見解であったと、このように理解をいたしております。また現在ですね、野党の幹部の方も同様な説明をしていると、このように考えております。本田君、ちょっと質問に答えてないんですよ。なぜ政党の活動と茂木大臣が主張されていることは私は理解をしています。私は違うと思ってますが、茂木大臣がそう主張されていることは理解をしています。でただ本人は持ってないということを強調されていますから、政党の活動であっても本人が持っていったとしたら違法だと認識されているから、そこを私は言ってないですよと強調されているのではないかという質問をしているので、そこにお答えをいただければと思います。茂木大臣、公選法上適法であるか否か、その解釈そして運用については先ほど申し上げましたが、所管省庁にお聞きをいただければと思っております。その上で本人がどうですかというご質問を受けましたので、私は持っていってはおりません、こういう答えをですね申し上げたところでありまして、先生ですね、大変恐縮なんですが、後ろめたさがあるとか自分がですね何か悪いことをしているんではないかな、まあ、こういうですね憶測に基づく質問はぜひ控えていただきたいと思っております。本田君。いえいえ、国務大臣ね、多くの予算を作って人づくり革命というのを担当されているから、そういった資質がある方なのか、ちゃんとルールを守ってね、スレスレのことされてんじゃないかということで質問してるんですよ。それでまずですね、大臣、政党活動とおっしゃってますが、じゃあ今その私ちょっとこれ質問者が質問中、あるいは答弁者答弁中は皆さん質疑は慎んでください。よろしいですか。まず私はね、その政治資金管理団体からじゃなくて、政治資金政党から、この手帳代を支出しているということは、昨年の夏に週刊誌報道があった後に 4,5 年間もずっとご静粛願います。質疑中です。その後に訂正をされてなってるわけですよ。 4,5 年間政治資金収支報告書に記載があった間違った記載をされてた、その 4,5 年もビビたる金額じゃないんですよ。100万円単位で政治資金の報告書に間違った記載をされてたことに関しては反省はありますか。茂木大臣。収支報告書につきましては、まあ、適時見直しを行いまして、もし誤り等があればですね訂正をすると、これは皆さんもやられていることではないかなと、まあ、このように思っているところであります。私もそのような形でやっておりまして、公職選挙法そして、政治資金規正法、それに乗った活動、さらに徹底をしていきたいと思っております。本田君。いや週刊誌報道がきっかけですよね、訂正は。茂木大臣。先ほど申し上げたようにですね、適時さまざまな見直し、こういったものは行っております。その都度例えば、適正な形の報告がどうであるかと、まあ、こういったこともですね確認をしたり、そういうことはあると思います。適切に、報告をすると、そういう感じでありますが、見直しを行ったときに、もし仮にですね記載のミスであったりとか、記載の方法が適切でなければ訂正をすると、これは皆さんもやられていること、多くの政治家の先生方がですね、不適切なままではなくて適切に報告をすると、さまざまなタイミングでそういうことをされていると私も行っております。本田君。いやいや、間違いというのはあって訂正することは当然なんですよ。ただね、大臣 4,5 年にわたり100万円単位の間違いを 4,5 年気づかずに 4,5 年経ってから訂正したことは、さすがにこれは事務的な管理が不行き届きだったと、これぐらいのことはおっしゃった方がいいんじゃないですか。茂木大臣。ご指摘、事実と違う部分はございますが、いずれにしてもですね、
政治資金規正法にのっとり必要な訂正は行っていきたい、あの訂正があったことにつきましてはですね、過ちでありますから、そういったことがないようにこれから努めてまいりたいと思っております。本田君。あの大臣、本人の話に戻るんですけど、本人が配布したことはないとかなり明確に何回も委員会でお答えになってます、まあ、その、 あの大臣の、ね、答弁を信用したいと思いますが、万が一あの明確な、ね、大臣がお配りになったという事実が出た場合は、しっかりとこれまで大臣をお辞めになった方たくさんいらっしゃるんですよ。議員をお辞めになった方さえいらっしゃる事案なんですよ。ですからしっかりそれはご自分で判断されていくということでよろしいですか。茂木大臣。あの私は明確に答弁を申し上げております。何か私が虚偽の答弁をされている、このようなですねご指摘につきましては、事実があったら、そのような事実がありましたらおっしゃってください。具体的に事実なしにですね、お前はやってるんではないかな、これは大変あのですね、そんなこと一言も言ってませんよ。おかしいと思います。一言も言ってませんよ、そんなこと。本田君、ちょっとヤジやめさせてくださいよ。お静粛に願います。しがちって質問できないんですよ。あなたの総理と一緒ですよ。本田君、いいですか。あの私はいずれにしてもこの問題ね、あのあまりにもね金額が多く長期にわたってやり、週刊誌報道が出ただと訂正してそれで終わりと、こういうことがね許されていいはずはないと思いますので、しっかりね事実関係も含めて今後とも追及をしていきたいと思います。茂木大臣はここで結構でございます。次、沖縄担当大臣にご質問したいと思います。私あの国会に戻りましてから、安全保障の担当になりまして、まあ、その直後から沖縄でヘリの事故が相次ぎ、校庭に窓が落ちる、一触即発で、小学校の子どもさんたちに被害が及ぶことになった、まあ、こういうことから、沖縄の問題を今、一生懸命追いかけているところでありますけれども、振興予算の、ね、あり方、あの軍事的な問題、また、小野寺さんに今後もお聞きをしたいと思うんですけれども、まあ、総理は今沖縄があの非常にあの反対をしている方も多い、移転の計画などをですね大変強引な形で進めようとしている、まあ、しかしあのこれこそが、普天間の軽減の道なんだという、まあ、それは政府のご主張としてあの理解はするんですけれども、寄り添うという言葉を、まあ、かなりおっしゃるんですね。それで私は沖縄振興予算のあり方、少し大臣と議論したいと思うんですけれども、沖縄振興予算というのはどういう趣旨で設けられているものですか。沖縄北方対策担当大臣、江崎哲馬君。お答え申し上げます。沖縄振興予算は沖縄が歴史的、地理的、社会的事情などのさまざまな特殊事情を有していることから、沖縄振興特別措置法を踏まえた沖縄振興計画に基づく事業等を実施するため計上しているものであります。平成30年度の沖縄振興予算案については、現下の国の厳しい財政状況の下ではありますが、現行計画期間中毎年3000億円台を確保するとの平成25年12月の総理発言を踏まえ、所要額を積み重ね総額3010億円の予算を確保しております。いや、金額とか聞いてないんですけど。一応念のためにお伝えしました。本田君。あの今の大臣、歴史的、社会的、地理的な状況で、この予算が設けられている、この中には、沖縄のね非常に本土と比べて、過大な米軍基地の負担という事情は含まれていますか。江崎大臣。お答え申し上げます。特に歴史的事情、地理的事情、社会的事情を鑑みての予算措置が取られております。いや、答えてないですね。はい、本田君。今の米軍基地の過重な負担というのは、この歴史的、地理的、社会的事情の中に含まれていますか。
江崎担当大臣。大臣、江崎大臣。特に社会的事情、国土面積の 0.6% の県土に在日米軍用地施設区域の 70.3% が集中、弱な地域経済などを鑑みての措置であります。本田君、最初からそうお答えをいただければよろしいんですよね。はい。これは過重なね、基地負担というのも一つの、振興予算、しっかりと確保している、理由になっているわけですよ。しかしですね、ここ4年間減額がついてますよね。これはどういった背景なんですか。江崎大臣。現在の財政事情を鑑みての数値であります。そして平成25年から総理がお約束した3000億円を超すこうした数値は今日まで守られております。本田君、総理が金額まで言った金額守るの当たり前じゃないですか。そんな予算確保したからって威張らないでくださいよ。あのですね、減額について減額の事情を聞いてるんですよ。10億円だけなんですよ。約束は約束としてしっかり総理がおっしゃられたこと、あと3年3000億円きちっと継続してまいります。本田君、いやいや、減額の事情をお聞きしてるんです。4年連続も減額、別に沖縄の基地負担は大きく減ってませんよ。江崎大臣。江崎大臣どうぞ。あ、この方が声よく聞こえますか。はい、了解。政府予算案はですね、昨年におけるさまざまな状況を総合的に踏まえて編成されるものであり、平成30年度の沖縄振興予算案についても3000億円台という高い水準を確保するという基本的な方針を踏まえつつ、総合的な判断のもとに決定されたものであります。本田君、ですね、もうちょっと総合的判断を詳しく聞きたいんですよ。基地負担がこれだけ、変わっていない、軽減の努力されているとこの間総理も答弁されました。しかし非常にね、基地をめぐっても論争は起こってて、大変その論争自体も沖縄の方には負担になっているわけですよ。でこうした中で4年連続の減額、それもね、3000億円確保したからいいじゃないかとおっしゃいますけれども、わずか何億多いだけですか。ギリギリのね、総理の約束をメンツ立てるためにその額はキープされているけれども、私はね、これ減額というのはないと思いますよ。例えば財政事情とおっしゃるけど、そんなこと言ったら全ての予算削ってよくなっちゃうじゃない。今財政状況厳しいんですから。防衛費は5兆超えでどんどん安倍政権下でアップしてる。で、寄り添うって言ったら、この3000億規模の予算減額しないで維持をする努力は大臣されましたか。江崎大臣。もう一度言いますが、諸般の現在の財政事情、そして一方ですね、西普天間地区住宅跡地における沖縄健康医療拠点の整備や、沖縄独自の給付型奨学金をはじめとする人材育成事業について、所要額を新規で計上したほか、沖縄科学技術大学院、OIST ですね、この規模拡充に向けた取り組みの支援、産業イノベーション推進、離島の活性化、子どもの貧困緊急対策のための予算を増額しての今日であります。本田君。私、すみません、3000億はね、
適切に沖縄のために使っていただきたい、大臣の下でそう思っています。ですから今言われたものをね、しっかりと執行していただきたいと思いますけれども、私はこの何年間減額が、ね、続いていること、だから概算要求から含めても、大臣が提出された概算要求から含めても大きく減額をされていること、こういったことについて大臣はどうお考えなのかということを伺っているんです。江崎大臣、どうぞ。政府予算案はですね、ご親切にありがとうございます。この方が声がよく聞こえるね。要求官庁からの概算要求をもとに財政当局との間でさまざまな折衝を経て決定されるものであり、平成30年度の沖縄振興予算案も現下の国の厳しい財政状況のもと、総合的な観点からさまざまな議論を経て結成されたものであります。そして私としては沖縄振興に必要な額は確保されたものと認識いたしております。本田君、概算要求から削られた部分にはどういうものが入っているんですか。大臣は本当はこれ欲しかったけれども麻生さんに査定されて取れなかった部分はどういうものがあるんですか。じゃあ江崎大臣。何よりも麻生財務大臣ともしっかりご相談を申し上げながら、私として沖縄振興に必要な額は確保されたものと考えております。ごめんなさい、ちゃんと答えてください。これは概算で求めてたけれども、残念ながら苦渋の中で、財政事情の中で麻生さんにここは勘弁してねって言われたのはどういうことがあるんですか。江崎大臣。勘弁してねというよりも今日の財政事情、違う、そうしたことで、それ責めてないんです。それ以上に対して私は答弁は差し控えたいと思っております。じゃない、はい、減額された内容は何だって聞いてるの、なんで差し控えるんですか。意味わからないですよ。ちょっと溶け止めてくださいよ。通常の人、これはちょっとおかしい。減額した内容ぐらい答えられないなんて予算審議にならないですよ。時計止めましょう。ちょっと止めてください。ちょっと止めてください。答弁します。起こしてください。江崎大臣。特にですね、現下の国の厳しい財政状況の下ではありますが、一括交付金について他県にはない沖縄独自の予算として約1200億円を確保したところであります。県において事業内容を精査いただくなど、一括交付金が的確かつ効果的に活用され、沖縄振興に資する県と連携をしつつ取り組んでまいってきた結果であります。本田君、委員長、ちょっと全然答弁になってないと思うんで、ちょっと一括交付金の説明聞いてるわけではないんですよ。止めてください。ちょっと止めてください。一括交付金、多少減額になってもつけるべきところはしっかりつけての予算であります。概算要求から減額されたのは一括交付金だけということでよろしいんですか。他にも減額されたことがあると思うんですけど、どうですか。江崎大臣。ご案内のように概算要求、これはことごとく
希望通り取る額ではないということであります。聞いてないですよ。当たり前じゃないですか。バカにするのもいい加減にしてくださいよ。予算の仕組みなんで私に説明されなきゃいけないんですか。失礼でしょ。ちょっと先止めてください。江崎大臣。主にですね、交付金、こちらが減額になって650万の減額になっております。万円なんですかそれ。え、650万円。650万です。ああ失礼失礼、億円。どんな感じで予算やってんだ。65億。ちょっと待ってよ。人の税金何だと思ってるんですか。こんなの大臣、もう一度大臣、今の数字をもう一度正確に訂正して言ってください。何の交付金。65億円。ちょっと整理してください。整理して。ちょっと待ってください。江崎大臣、失礼しました。公共事業費が100億円減、そして一括交付金が65億円減になっております。よろしいですか。本田君。ですね、大臣、最初からそれをお答えをしていただければと思うんです。私、通告をしておりますので、概算要求という比較ということも、ちゃんと内閣府にはお伝えをしておりますので、でそのぐらいの金額は、ですね、億円のところを万円と言ってみたり、我々の税金なんですよ、国民が。それをどう使うかを信じてるんですよ、ここは。言い間違いで済む話じゃないんですよ。お静粛に願います。こういうふうにですね、公共事業100億円補助、一括交付金の方も、一括交付金は沖縄県にとっては大変使い勝手がいいわけですよ。こういうこともね、減額が続いている、概算からも大きく減らされている、この100億、60億って規模で減らされているんですよ。それは概算通りいかないなんてね、私に説明されなくたって分かりますよ。それは麻生さんにそこは厳しくやっていかなきゃいけない、いただかなきゃいけないんですよ。しかしこの沖縄にとってたくさん予算あるわけじゃない、
大臣が持ってる一番大事な予算のね金額、そういう認識で沖縄の方に寄り添ってる、寄り添っていく、そして減額を続けてる、私こういう姿勢は決してですね、あの安倍政権があの沖縄に寄り添ってる姿勢とは言い難いのではないかということを指摘して、次の質問に移りたいと思います。大臣これで結構です。それではあの外交安全保障に関する質問に移っていきたいと思います。あのまず、河野大臣に伺いたいと思います。大阪委員や、我が党の菅さん、そして先ほども末松議員と、トランプさんが出されて NPR についての評価をめぐって議論を、させていただきました。私も、大臣が随分ですね、まあ、高く強く評価されているなと、我々全体を通して見て、もちろん核抑止をね、今の否定するものではありません、私も残念ながら核廃絶に向かっていく過程の中でも今の日本にとって残念ながら核抑止の、意味というのは一定ざる認めざるを得ないと。でそれをしっかりですね、まあ、大臣の評価によると強く言われたと、まあ、ここの部分は評価、私は、まあ、私が外務大臣だったらその評価とわざわざ言わないで、あ、トランプさんここはしっかり言ってくれてるなと思って記者会見には、まあ、あの他国の防衛政策に大臣の お得意の答え方でね、いちいちコメントしませんとかね、そういうことをしてればいいと思うんですよ。全体を通して高く評価するとね、意味が違ってくると思うんですよ。これどうですか。河野外務大臣。北朝鮮の核とミサイルの我が国に対する脅威というのはかなり高まっている、そして現実的なものだというふうに思っております。そういう中で、アメリカが同盟国に対して極めて明確な形で抑止力をコミットしてくれているということは、こういう状況の中で、国民の生命、平和な暮らしを守らなければいけない日本国政府として高く評価をいたしたいと思います。ただ全体を通してということで言えば、例えばその CTBT の批准について後ろ向きであるというような表記がこの NPR の中でございました。私はワシントンで行われた日米の2プラス2の中で、先方に対して CTBT はしっかりとやっていくべきではないかというようなことを申し上げた、アメリカに対してやはり CTBT に入るべきではないかということを申し上げている私からすれば、そこの部分は非常に残念なところではございます。しかし、アメリカは核実験のモラトリウムについてはしっかり守っていくということを言っているわけでございますから、現在の北朝鮮の情勢を考えれば、他国のことだからというのではなくて、これは我が国の平和と安全に大きく関わってくることでございますので、高く評価をするというふうに申し上げたいと思います。本田君。私、まあ、少しそれで今安心をしたんですけれどもね、あれだけの他国の核戦略、我々にとって都合のいいところもある、まあ、私と大臣で違うかもしれないけれども、まあ、河野大臣から見ても都合のいい部分もあるけれども、まさに CTBT って大きな部分じゃないですか、あの戦略の中の。こうしたところが評価できないものを記者に聞かれたり委員会で高く評価すると相対的に言ってますよね、大臣。これはね、言い方がちょっと違ってたんじゃないかな、そういうふうに思われませんか。河野大臣。CTBT のところについて残念だということは申し上げてきておりますが、アメリカは CTBTO に対する協力その他、これはやるんだというふうに言っております。CTBT については残念なことではありますが、現下の北朝鮮情勢を考えれば、ここはこの NPR は高くやはり評価するべきだというのが私の意見でございますし、今の日本政府の意見でございます。本田君。わかりました。そこは私と見解が違うということですけれども、言い方をね、こういう大きな方針はあまり全てを高く評価するというような言い方は私はされない方が、記者に対しても国会でもその方が正確になる。ここの部分は、私と全て一致じゃないですけれども、核抑止を強化している部分は私としては評価するというような言い方をされた方が、
外務大臣として適切ではないかなと私は思います。でこの NPR についてもう一点菅委員との、議論の中でちょっと気になることがありました。核の先制攻撃について、オバマ時代も否定してねえんだからトランプさんも否定してない、これ何も変わってないんだからいいじゃないかっていうような、菅委員への、ご返答がありましたけれども、本当にそれでよろしいんですか。河野外務大臣。アメリカの2010年の NPR、2018年の NPR、核の先制使用については、否定をしていないというのが現実だろうというふうに思っております。これはさまざまなアメリカの核戦略ということがあろうというふうに思いますが、現時点で、日本政府として、全体を通してこの NPR は高く評価したいというふうに思っております。本田君。ですね、これ意味分かっておっしゃってると思うんですが、実は核だろうが何だろうが、これ大臣とは安全保障委員会でも議論をさせていただきましたけれども、一方で国際法では先制攻撃は違法ということになっている、これはよろしいですよね。河野外務大臣。何をもって先制攻撃というかという定義は、個別具体的に判断をする必要がございますが、国際連合憲章上自衛権が認められるのは武力攻撃が発生した場合であるというふうに認識をしております。本田君。この間の安全保障委員会でもそういうふうに答弁をいただければ幸いだったんですけれども、今改めて答弁をいただいてありがとうございます。とするとですね、わざわざオバマ時代も、先制核攻撃ですよ、先制攻撃ではなくて単なる先制攻撃ではない、先制核攻撃を、否定をしてないんだから、今回も否定してないんだから変わってないからいいじゃないか、こういう言い方は、ここも今回 NPR の問題点だというふうに感じませんか。先ほど CTBT については率直におっしゃっていただいた核の先制攻撃、これはね、ロシアとの関係でアメリカがしっかりと抑止を強める、いろんな事情があるでしょう。日本の今の立場から河野外相が抑止力、この意味をおっしゃるのも、私は違いますけれども分かります。しかしこの核の先制使用なんて、こんなところはこの NPR を評価するのに全く適さない部分じゃないですか。河野外務大臣。NPR で議論をしているのは核の先制使用でございます。核の先制攻撃の議論をしているわけではありません。本田君。先制使用はいいんですか。外務大臣。核の使用というのは あってはならないことでございますが、核の使用を防ぐための核抑止というのは必要なわけでございます。その核抑止を現実的なものとして成り立たせるためにどうするか、さまざまな議論があるわけでございます。そういう中での議論の一つというふうに理解をしております。本田君。いや大臣ね、いろんなこと聞くと他国のことはお答えする立場にないとかおっしゃいますけど、ずいぶんアメリカの NPR についてはね、読み込んでお詳しく解釈もされて、ると思いますけれども、先制使用、核抑止のための先制使用ってどういうケースが想定されるんですか。そこまでお詳しいなら聞きますけど。河野外務大臣。核抑止、さまざまなケースがあると思いますから、どういうことでどうなるかというのは一概にお答えするのは難しいと思います。本田君。ですから一概にお答えできないようなことは、先制使用が変わってない、先制使用を別に今回から認めたわけじゃないと、そうオバマ政権からおかしいんですよ。それは我々から見たら先制攻撃そのものが違法だと今大臣もおっしゃったわけですよ、国際法上。ましてや抑止というところはいろいろ程度の議論はあっても、今日本もそれに依存している部分がある、ここは私大臣と一致しますよ。しかしですね、核の
先制使用、これは認める部分もあるということでよろしいんですか。河野外務大臣。我が国が核から身を守るためには、米軍の核抑止に今依存をしているわけでございます。米軍が核抑止を現実のものとするためには、さまざまな検討が重ねられ、さまざまな理論の上に今の米軍の核のドクトリンというのがあるわけでございますから、その中の一部を取り出して議論をするというわけにはこれはいかないんだろうと思います。アメリカの核ドクトリンの全体を説明したのが今回の NPR でありまして、今の北朝鮮の核やミサイルからこの国の平和を守るために今抑止をアメリカに頼っている、そういう日本からすると明確に同盟国にコミットをしてくれている今回のアメリカの方針は高く評価するものだと思っております。ただしその中には先ほどおっしゃったような CTBT の批准を求めないというような、できれば方針転換をしてほしいと言われるものがございますが、現在の北朝鮮の脅威ということを考えれば、まずこの NPR を我が国として高く評価すべきものだというふうに考えております。本田君。たくさん問題点が CTBT 大臣がね率直におっしゃっていただいたのはいいですけども、私はこの先制核の先制不使用などということを明言をしないオバマ時代からの政策、ましてやそれをいろいろな形で小型化などで、現実化しかねない問題点が多い。しかし我が国は今抑止力に頼っているから一定の評価をせざるを得ない、このぐらいのね、コメントに私はとどめておくべきだと思うんですよ。それで近い観点から、もう一点大臣に伺いたいんですけれども、これと似てるんですけれども、何か北朝鮮の脅威があるからアメリカとすべてね抱きつくみたいな議論というのはなかなか言い方に注意をした方がいいと思うんですよ。高く評価をするって外務大臣の発言重いんですよ、さっきの NPR にしても。よく全ての選択肢があると言ってるトランプの際に 100% 一致とか完全に一致っていうのを安倍内閣の閣僚がおっしゃるんですけれども、トランプ大統領の北朝鮮政策に 100% 河野大臣は一致されてるんですか。河野外務大臣。トランプ大統領が全ての選択肢がテーブルの上にあるということを我々は高く評価しております。また昨日ペンス副大統領もいらっしゃって様々な協議をいたしましたが、現時点で北朝鮮問題について日米は 100% 共にあるということでございます。本田君。ですね、外交の世界において、外交ではなくてもあなたと 100% 一致だよなどということはよっぽどの必要がない時以外はね、おっしゃらない方がいいと思いますよ。つまりトランプさんの選択肢の片方は、いやいや北朝鮮このまま、私念のため申し上げておきますが、今政府が取っている圧力を高めて北朝鮮に政策変更を迫る、このことには何の反対もありません。それしっかりアメリカと共同歩調を取ってやっていただきたいし、言い方に注意をしながらやっていただければいいんです。ただ全ての選択肢があると言っている大統領に対して 100% 一致ということは、こっちもこっちも一致ということですよ。片方にはアメリカがやむを得ず先制攻撃に入る可能性もあるわけですよ。それは十分今非現実的ではない、そういう議論になっています。もう一方我が国にとって都合の良くない選択肢もあるじゃないですか。トランプさんの手元には日本のように近い国への核の危険はそのままにして、いやいやうちの方に打つ遠距離のだけやめてくれと言って結ぶという危険だってあるじゃないですか。どっちに立ったって日本にとっては大問題の選択肢を掲げてる。別にトランプさんが悪いわけじゃない。そしてこの人に対して日本国の内閣総理大臣閣僚が 100% 一致っていうのはどういうことなんですか。アメリカが北朝鮮に先制攻撃を仕掛けることも、アメリカが日本のはしごを外して北朝鮮と勝手に結ぶことも、全部 100% 一致されているという意味なんですか。河野外務大臣。アメリカが今時の NPR で明確にしているのは、
アメリカは同盟国並びにパートナー国に対して核抑止を明確にコミットをしているわけでございます。他方米国が国連憲章に違反をするような行動を取るとは我が国は想定をしておりません。本田君。ということはトランプ大統領のすべての選択肢の中には、北朝鮮が何らかの暴発をしていないのにもかかわらずの先制攻撃または先制攻撃的なものは含まれないというふうにしてよろしいですか。河野外務大臣。アメリカが国連憲章に違反するような行動を取るということは想定をしておりません。本田君。いや私はね、実は先ほど言った選択肢の2つでは私の意見を申し上げれば、はしごを外されて一番いいのは真ん中ですよ。河野大臣が今進めてらっしゃる政策、功を奏して北朝鮮がいやいや核を放棄しますよと、これは本当に世界にとっていいことですよ、日本にとってもいいことですよ。しかしこっちの危険性もあるわけですよ。アメリカがいやいやこの辺で交渉入りましょうと、こういう危険もある、こっちはいいんですか。でいやどすみません、私の意見最後まで言うと、それでは午後に続きをさせていただきます。以上です。午後